はい、皆さんこんにちは。今日はね、HDMI をマイクロ HDMI に変えるこのパーツを100均で買ってきました。100円ダイソーで売ってます。で、めったに売ってないんで、たまたま行ったらあったって感じですね。はい、でね、私のタブレット PC ね、家のテレビで YouTube を見たいなと思った時にこれを使いますが、実は奥まで刺さらない。この中華タブレットは、これね、実はね、使えるんだけど、深いんです。穴が。ちょっと深いんですね。で、これね、裏技なんですけど、これ先っちょをね、削り取らないとダメなんです。これね、カッターナイフで。5ミリほど。はい、じゃあ削ってきます。これね、怪我しないように気をつけてやんないとね、慎重に。映ってるかな。慎重にやらないと怪我をします。で、多く削りすぎると失敗します。意外と柔らかいんでね、すんなりきてますね。はい、で、いいですか。こういうふうに切れてますね。で、これを1枚剥きます。約ね、0.2ミリぐらい削り取りました。で、これで奥まですっかりと刺さって、はい、カチッと言いましたね。外部出力ができるようになります。じゃあテレビに映してみましょう。できました。家庭用のテレビなんでね。で、ちょっとリモコンがないとダメなんでね。このリモコンでマウスを動かして、ですかね。で、仕事もできると。で、超高画質ですね。はい。4K 出力ができます。はい、このタブレット PC で。はい、以上。100円で売っている、HDMI 変換のアダプターでした。